さあ皆さんこんにちは。いよいよ始まりましたモティーズ TV。 さあモティーズ TV って何なのって皆さん思うと思うんですけども、丸山さん、はい、いよいよ始まるんですけども、どんな番組にしていきましょうか。我々モティーズ製品がいかにユニークなそのリクエストに対してどうやってこうカスタマイズしてオイルを作ってるか、それをいつかの例を挙げてご紹介できたらな。なるほど。僕らの乗ってる車、マシン、どうやってオイルが関わってるのか、それを深く掘り下げて、はい、皆さんと解説、解析していきたいと思います。さあ実際にですね、このオイルをどんな使われ方してるか、はい、どんな車に入ってるのかっていうね、映像を見ながら皆さんに見ていきたいと思うんですけども、うん、まあ、あの最初に紹介するマシンは、はい、フェニックスパワーの 35GTR、はいはい、まあ、あのパッと見ノーマルに見えるんですけど、うん、まあ、実はこれ1000馬力以上出てるという ね、はい、そうですね、モンスターマシンなんです。でそのモティーズのオイルって最近やっぱりこういう1000馬力以上出すような車なんかで当たり前のように使われてるんですね、うんうん、はい、そうですね。さあ皆さんとりあえずじゃあこの映像を見てください。続いては1000馬力を超えるフェニックスパワーの0、300キロ加速。様子見の1本目はアイドリング状態からのスタート。様子見でも難なく17秒台には乗せた。どうでした？いや、まあまあ300キロは普通に出てるんですけど、ちょっと今チェックランプついちゃったんで。メーターで何キロぐらいでしょう？315ぐらいですね。あ、そんな低いんですか？今でも全然あのゆっくりスタートしてたから。あ、もう早いっすね、やっぱね。ミスファイヤー。ミスファイヤー、うん、失火。恐らく失火。トラブル処理を終えたところでアキラの本音がポロリ。簡単にやってる風に見えるけど、それはそうだよね。結構根性度胸いるんですか。気をつけて、気をつけようがねえって、うん、普通にレースで GT カー乗ってる方が楽だね、これね。2本目はローンチスタートにトライ。ローンチスタートでは17秒を切れるかと思ったが、シフトアップに難あり。あんだけシフトアップでタイムロスしてたら、ほらタイムは出ないっすわ。そうですね、もうスタートだけですもんね、うん、ゼロインチですよね、うん、あーって民謡のようなシフトアップしてるから。ちょっとね、ミッションが滑っちゃって、思うように記録は出ないですよ、ね、もう一回ぐらい、ね、ちょっと冷やさないんだ、うん、やっぱり一本目に行かなきゃダメですね、うん、滑っているミッションにエアを当てて冷やし、最後のアタック。目標を上回る17秒切りになるか。若干もたついたものの、結果は16秒69で17秒切り達成。
が、アキラはご不満の様子。アキラさん、最後どうでした？ダメでしたね。まあ、多分制御も入っちゃったんで、一回失速しちゃったんで。じゃあ感覚的には2歩目の方が早い。多分そうでしょうね。まあでも、こんなね、これ普通のこの音量で街乗りもできるし、普通のおばちゃんでも運転できると思うんで。買い物車にすごい。さあ皆さんどうでした？丸山さんどうですか？これいやどうですかって、いや333キロとか出てたんですね。ちゃんと僕は、まあね、いや絶対横には乗りたくないですけどもこんなんでどんなオイル入れてももったいないんじゃないですか。そうですね、まあ、GTR については、はい、まあ、ちょっとデュアルクラッチっていうトランスミッションですから。そうです、ね、基本的にはノーマルベースという話ですもんね。そうですね、はい、ですからそこら辺のお話ちょっとさせてもらえたらと思うんですけど、まずデュアルクラッチの場合、普通のマニュアルトランスミッションと違って油圧オイルとしての機能を出してやらなきゃいけない、はい、その油圧オイルの機能をちゃんと確保した上で、まずフリクションプレートっていうのも入ってるわけだから、うん、そこをスリップしすぎてもダメだし、くっつきすぎてジャダーが出てもダメだし、はい、そういうことがあった上で普通のマニュアルと同じようにギア場を守る、はい、普通に考えて油膜が厚ければなんとなくギア守れそうなイメージになりますよね。そうですね、はい、できればそうしたい。だけど油圧オイルって低温でも高温でもある程度同じぐらいサラサラじゃないと油圧が一定にならない。そういうことですね、はい、だからどうしても最初からすごく柔らかいオイル使わざるを得ない。デュアルクラッチの難しさですね、それね。そうです、カタログ上だけでも私ども5種類デュアルクラッチのオイル出してますんで、はい、はい、その選び方ってどうしたらいいんですか？いろいろなチューナーの方がどのレベルのチューニングをされてっていうことが一番ですよね、はい。でまあ、今回、多分横山さん持ってこられたのは私どもの351というオイル、ストレートで来ておられるんだと思うんですね。でそれで微妙にまだ滑りが出るようであれば、うん、そこに対してもうちょっと摩擦係数を上げて、はい、滑りを止めるようにブレンドしていったり、または別のものを使ったりという意味で5種類用意してあるわけですよ。はだ普通は純正もそうですけども1種類しかないですよね、はい、多分思いっきり滑ってしまう、ここまでやってしまったら、うん、ただ純正というのはこういうことは想定してないので、ノーマルで乗るという前提の話ですけども、はい、我々の場合はアキラさんを筆頭に非常に難しい難題を我々に投げてこられた場合に、はい、一つ一つカスタマイズしてこれをなんとかオイルでなんとかしろとそういうことですね。みんな言ってくるわけですね言ってきます言ってきます。いやアキラさんも言ってますよ。言ってます、はい、オイルって、うん、距離走るまで時間が経つまで変えなくていいと思ってるところあるじゃないですか。そうですね、はい、当然こういう使い方したら、うん、もうすぐ交換した方がいいものなんですか？そうです、温度が上がれば上がるほど酸化スピードはどんどん速くなりますから、はい、そうですね、ですから特殊な使い方をしたら早く交換しなければやっぱり難しいですよね、うん、もう一回オイル温度を上げてしまったものっていうのは基本的にもう酸化してしまって、うん、劣化が始まってるんで、そうです、早く変えた方が、まあ、いろんな意味でチューニングマシンには優しいということで、うん、すごいエンジン作るっていうのは、うん、まあ、いろんなショップの個性もあってできると思うんですけど、うん、このオイルってやっぱりそういう意味ではその間の緩衝材じゃないんですけど、うん、やっぱりそれ守ってくれる、担保してくれる、はい、最後のやっぱりそうです、最後ですね。まずデザインがあって、はい、マテリアルがあって、はい、そのチューナーの方の思想があって、うん、でそれに対して僕らがどう合わせるかなんで、はい、一種類では絶対できない。なるほど、うん、特にこのトランスミッションだとかね、デフオイルというのはその辺が奥が深いってことですね。そうなります。まあ、通常 のマニュアルトランスミッションであればサーキットに行かなければ、もしくはサーキットに行ってもアキラさんのような一流のドライバーの方が乗ると負荷が全然変わっちゃう、うん、でもそこまで行かなければ別に車検ごとでも僕は全然大丈夫だと思います。あ、そうですか、はい、要は負荷の問題なんですよ。負荷、つまり高い温度になるためには1000馬力あっても僕が運転したって1000馬力使い切れないんで温度上がりません、うん、なるほど、まあ、3号はちょっと特殊ですけれども、はい、普通のマニュアルトランスミッションでサーキットに行かない、はい、僕レベルが運転をするであればということです。 AT みたいなね、うん、まあ、デュアルクラッチャーとか、うんうん、そっちはどうなんですか？特に CVT とかね、はい、あの辺はどうしてもスリップがあるのでさせてますもんね。そうです、そうです、はい、そういったものっていうのはどうしたって酸化しやすいんですよ、うん、過酷に乗られる方の場合はエンジンオイルを2回交換する間に、ミッションも1回やってくださいって言いますけども、繰り返しになるけど僕が運転すればもっと持つと思いますよ、はい